福前寺は、広島県福山市にある新言州大覚寺派の仏教寺院。三号は海岸山、陰号は千住院。境内は、朝鮮通信市遺跡とも福前寺境内として、国の史跡に指定されている。創建は、平安時代の950年頃、空野による創建と伝えられる。現在の本堂と隣接する客殿は、 江戸時代の元読年間に混流された。江戸時代を通じて、朝鮮通信使のための迎賓館として使用され、日本の感学者や書からとの交流の場となった。1711年に十字館乗り彦が、客殿からの長望を日東第一継承と称賛し、1748年に、聖子の後継機が客殿を、体長老と名付けた。 この地の風景は、大長老ができる以前からすでに、朝鮮人に強化されており、1617年の十字間であった、李系良は、ケツウラに至り、すなわち最も、秋秀季節となすとしている。他にも1655年の生死、朝による、不相日記、同十字間南、劉翼による、不相六、同薬館、金四南による日録、東査日六、 1711年の通時、金建門による、倒査録、同十字館、陸に彦による、倒査日記、1764年の聖子、蝶による、海佐日記といった言及が現存している。1719年の聖術館、新忠だ館が、海有録にて言及するところ、人皆ここに至ると、第一のみなりと主張して譲らないというものであった。 しかしながら1711年より後、いつしか寺も、大長老も、無重ではないながらも荒廃してしまい、次の通信士が1748年にこの地を訪れた時には、士官として別の施設が指定されていた。一行はこの有様に、憤慨、新しい士官ではなく戦中で一泊した後、聖師であった後継期は無理を言って、伏前寺まで赴き、 福前寺の僧侶を慰めるとともに、かつての士官を大長老と名付けた。この名は、福前寺行きに同行していたうちの一人、後継機の息子で軍艦でもあった、後継会が所詞し、僧侶に与えた。現存する変額の文字はこれを写したものである。また、後継機らが即興で作詞をし、与えたものもいくつか残っている。 次の通信使が1763年に訪れた時は修復がなっていったと、戦術の海佐日記には考えとともに記載されている。イロハマル沈没事件の際、海援隊と奇襲犯の交渉の場となった。ありがとうございます。